はい、どうもゆうたです。今シーズン、いやー VAB 頑張ってくれました。本当にお疲れ様ですという感じでね、大きなトラブルもなく本当に頑張ってくれたんで本当に良かったなと思います。まあその分シーズンオフはね、メンテナンスに結構お金かけるつもりではありますが、はい、また来シーズンに向けてね、仕上げてもっとタイム出していこうと思いますんで、まあ、今シーズン無事に一応終わりましたということで、まあ、ちょっと応援していただいてた方は本当にありがとうございます。タイムもね、一応振り返っていきたいんですが、あんまりねちょっと思い通りに出なかったコースだったり、まあ思い通りに狙ってたぐらい出たコースだったり、ちょっといろいろあるんですけど、はい、じゃあまず富士から振り返りましょうか。富士のレーシングとショートですね。レーシングの方は昨シーズン走っておらず、夏に走ってます。1分59秒3でした。まあ真夏でも58秒57秒ぐらい入りそうな感覚ではあったので、うん、まあ冬行けばいいんじゃないかなって思ってた通りで、まあ54秒55秒狙ってたんですけど、結局55秒5っていう数字です、ベストタイムは。全部でまとめると一応53秒入ってたかな、53秒入ってます、たらればだと。はい、なんでまあ乗った感じ54秒台にまとめきれなかったのはちょっと自分の腕不足と、あとはちょっとだいぶクリアが取れなかったので、まあその関係もちょっとあるんですけどまあタイヤももうツルツルだったし、気温ももう結構20度近くにはなってたので、まあ久々の走行で大幅変更にもかかわらず、まあ55秒出たのはまあまあいいんじゃないかなと。まあ54秒も出したかったんですけどね、てかもう絶対出たんですけど、タイミングだけでしたね、あれは。なんで多分まあコンディションとか普通に良ければもう53秒は全然入るポテンシャルだなっていうのはもう改めて運転してて思ったので、まあ53秒前半もしくはもう52秒狙いぐらいは行きたいなと思ってます。はい。で、富士ショートの方は、これもまた夏にほぼ初めて走って32秒4いくつで、冬走って32秒101っていう、タイムでした。正直31秒絶対入ってましたね。はい。ちょっとね、慣れるとやっぱりね突っ込みがちになっちゃいますんで、前半セクションのちょっと突っ込みがちな運転がちょっとダメでしたね。はい。で、最終コーナーもちょっと攻めすぎても攻めなさすぎてもダメなんですけど、いい塩梅が取れればって感じで、31秒9はたらればでは出てたので、まあちょっとそこは悔しかったかなっていう感じですが、まあそうですね、目標は31秒台だったんで、そこは目標達成できずという感じでしたね。はい。で、次は本庄サーキットですね。去年42秒8でした。で、今年が41秒7でした。目標が確か41秒5ぐらいだったっけ、言ってたの忘れちゃったんだけど、まあそれにまあ近いタイムではあるんで、まあ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 良かったかなとは思うんですけど、まあまだ正直もうちょっと運転の改善策があったので、まあ、41秒5ぐらいは本当に出せてたかなと思います。はい。で、本庄はね、あのピッチングがすごかったり跳ねちゃって、で去年はねリアデフも折れたりとかね、結構ちょっとマッチングが悪かった中、まあ結構良くなってたなという印象。その良くなっただけでもタイムがだいぶ上がったのと、あとは、純粋にまあ運転がまあそこそこ良くなったかなという印象です。
はい。で、次は茂原サーキットなんですけど、茂原全サーキット。去年48秒0いくつか。で、今季が46秒1でした。こちらもまあ目標は46秒後半とかって言ってたんで、まあ大幅にクリアしているのと、で、これに関しては、本当に、なんだろうな。車の、本当に、遠赤をたくさん使うんで、足のセッティングとかが本当に、まあ去年は本当に書いちゃって進まなくて踏めなかったんで、それがね、今回はね、ほとんどなかったんで、そこはかなり大きいのと、あと、あそこ何コーナーっすだっけ4コーナーか。4コーナーの、結構4脱というかショートカット。まあね、みんなレコードとか出してる系の車もみんなああいうライン取ってるんで、それでね、タイム言ってるんだから、馬鹿正直に、それでね、みんなね、レコードとか出してる人たちはみんな本当にもうそういうラインの走り方をしてて、普通にそれでやっぱりタイムって言ってるんで、そんな馬鹿正直に走ってるようじゃタイム出ないんで、それでね、同じ土俵だと思われてもしょうがないんで、まあやれることはやろうということでやったんですけど、で、45秒後半はタラレバでもう全然入ってたので、で、4区レコードが45秒4か。だから現状はもうコンマ7ぐらいあるんですけど、多分コンマ5ぐらいの差までは行ってたかなという印象です。なんで、まあ、本当に茂原仕様にすれば、ワンチャン狙えなくもないのかなっていうぐらいの感じでしたね。そうっすね。はい。そんな感じですね、茂原は。はい。で、次が日光サーキットです。日光サーキットは去年38秒630で、今年が37秒9でした。まあ、37秒真ん中近くぐらいは行きたいなとかって思ってたんですけど、まあ、なかなか、厳しいものがあったなというのと、あとは結構去年飛び出しちゃったりとかもしてるし、ちょっと攻めきれない感はやっぱ8、9コーナーで、9コーナー脱出であったので、あそこがやっぱ一番速度稼げる場所でもあるし、日光サーキットで一番タイム稼げるっていう場所はあそこなんで、ちょっとまあそこの改善を見込めればもう少しタイムは出せたかなという印象ですね。で、まあただ37秒台っていう数字ね、に入れれたのはだいぶでかいなーっていう、38秒前半止まりだったらちょっとね、あれなんですけど37っていう響きがあるんで、まあまだ良かったかなという感じですね。はい。はい。で、次はね、恵比寿東です。恵比寿東は、初めてです。ただバイクでもう2年ぐらいね、走ってるんで、2回ぐらい走ってるんで、まあコース形態は、よく把握してるのと、あとはちょっとまあ2輪と4輪じゃ全然感覚が違かったのと、結構4輪は恐怖心がありましたね。はい。下りのS 字。うわー結構飛び出すんじゃないかっていうぐらい踏まないと、あそこではちょっといけないんで。で、あと高速コーナーの下りの右も、結構あそこも、クラッシュポイント、スピンポイントなんで、はい。で、あとはね、最終コーナーの立ち上がりが本当にストレートに響いてくるんで、あそこはどれだけ丁寧に姿勢を乱さずに加速していけるかっていうのがやっぱ勝負どころだとは思います。で、恵比寿東に関しては TC2000 のまあ約2秒落ちぐらいとか
1.5 秒とか多分言われてると思うんで、一応ね、1分1秒7なんで、数字的にはね。だからまあ本当にやっぱ、TC2000 は踏ん切りできてもいいポテンシャルだったんじゃないかなとは思います。車的には。はい。はい。次が、つくるまサーキットですね。つくるまはね、ギアギがとても気持ちよかったです。はい。3と4だけでいけます。素晴らしいです。本当に2速使うコースは本当に嫌いなんで。で、あとはまあ、なんだろうね。我慢がすごく大事なコースだし、まあ切り返しも遠赤もあるし、まあ、そうだね。1コーナーもまあ結構速度乗るんですけど、縦で思いっきり止めるっていうブレーキではなくて、もう結構すぐ旋回姿勢に入っていくような1コーナーなんで、まあ大きいコースあるあるの縦でドーンっていうブレーキはまあ使うコースではないんで、まあ車にも優しいし、路面綺麗だったしね。ただ、外はみ出すともうグラベルなんで、そこだけです。ほんとそこだけは危ないなっていう感じでしたね。はい。タイムの方が38秒891でした。まあ、ここは初めてなんで、まあ、なんか40秒切ったら早いみたいな、38秒入ったらもう神みたいなこと言われてたんですけど、まあ、なんか入ってよかったなっていう感じですね。はい。まだ、実際もうちょっと出そうな感じではありましたね。はい。次はね、みんな大好き、つくばサーキット。まずじゃあ TC1000 の方は、今年は38秒373でしたね。去年39秒3だったので、まあ1秒近くのタイムアップ。正直37秒台狙ってたので、まあちょっとなーっていうのはありましたけど、シーズンイン一発目のシェイクダウンっていうこともあって、ちょっと合わせきれなかった。のはだいぶありましたけど、でさらに時期もシーズンインの11月でちょっと気温がだいぶ高かったんで、まあコンディションも悪かったし、なんかあの頃はまだもうちょっとなんかコースに対して理解して走れてなかったなっていうのはあるんで、まだまだもう伸びしろしかないなっていう感じではあります。なんで多分37秒後半は入ってたとは思うんですけど、そうだね。で、TC 戦はね、ちょっと、1コーナーとかもあんまりギア比が微妙な感じなんで、2速も使うんでね、1部屋で。あんまり得意なコースではないですね。はい。で、TC2000 ですね。TC2000 は、今シーズン1分1秒2でした。で、昨シーズンが1分1秒6でした。コンマ4しか伸びてないです。僕、本当に一番自信があったんですよね、TC2000 は。なぜか。他のコースに比べて、去年はなんか TC2000 が一番出てた気がするし、タイム。自信もあって、なんかもう車が曲がっていく感覚っていうのは本当に体に染みついてて、結構ね、自信あったんですけどね、乗り方が全然わかんなくなっちゃってて、あとは多分セッティングもハマってなくて、あとやっぱりね、結構初めて走るコースってコース形態をしっかり予習するのと、思い通りの、予想、車の理想のラインとかを研究して走るんですけど、TC2000 って、変に自信があったせいで、結構フィーリング出してたんですよね、今までずっと。だからなんかあんまり、自分の中で正解とか不正解っていうのが明確になくて、今年もなんか、去年の感覚でこんな感じだろうみたいな感じで走ったんですけど、全然しっくりこないのと、何がダメなのかっていうのが、やっぱり
全然頭の中で構築できてなかったので、不正解がちょっとあんまりわからなかったのは大きいですね。で、やっぱそういうドツボにはまると、どん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 悪い方向に行って、こんがらがって、セッティングも、減衰とかも、ちょっと逆の方に回してっちゃったりとか、本当に悪循環。で、そして本当にコンディションがそんなに良くなかった。2回とも。結構、晴れてましたね。本当に晴れ男すぎて。はい。なんで、ま、で、たらればもう正直0秒7までは出てます。本当になんかあんまりしっくりきてない、うまくいってない中で0秒7っていう数字は一応出せるポテンシャルは、数字で出てるんで、正直まあ0秒4とかは、まあ、いってたかなと思うんですよね。0秒3とか。ただ、踏ん切り目指すって言ってあれだけ言ってたんですけど、多分実際問題、まあ、プロが乗ったらね、もしかしたら、踏ん切りいけるかもしれないんですけど、自分の運転じゃもしかしたら今シーズンは無理だったかなって思いますね。なんで、これに関しては本当に結構、大誤算というか、予測が全然ついてなかったですね。なんで、TC2000 は本当にちょっと本気で、来シーズンは踏ん切り目指していきたいなと、思ってます。はい。あとはね、ちょっと東海地方ですね。4つ。三浜、幸田、筑出、西浦。まず三浜から、去年44秒3。で、今年が42秒9です。まあ、42秒台。まあ、真ん中後半は入れたいって言ってたんで、まあ、なんとか42秒9というのは入れれてよかったなと思います。で、三浜に関しても、去年初めて走って、で、本当に、なんだろうな、ヘアピンっていうヘアピンの走らせ方を、本当今年というか今シーズン、ようやく、ちゃんと走らせ方が理解できてたというか、そんな感じで、まあ、本当ジムカーナじゃないけど、本当に3、40キロまで速度落ちるコースだし、2速使うしね、苦手な。そういうコースで本当に車速落としてしっかり曲げて加速するっていうコースなんで、結構苦手だったんですけど、まあそれ自分が苦手っていうのは分かってたんで、どういう風に走ればいいかを、まあそこはだいぶ研究したんで、まあ 1.5 秒ぐらいの短縮には繋がったんですけど、まあでもまだまだ全然課題がやっぱりあるので、まだまだ実際伸びるとは思うんですけど、まあ三浜に関しては結構オーバーステアがちょっと辛かった印象ですね。はい。で、次が、オートランドつくで ALT です。去年ね、雪でした。雪でエンカルマかれてもツルツルでした。で、30秒8だったかな。出てて、今年はね、初ドライようやく走りました。28秒6です。本当に、つくでは、全然感触が良くなかった。全然うまく走れなくて、まだまだいける印象ではあるんですけど、ちょっとでも攻略の方法があまり、本当に正解っていう正しい正解をまだ生み出せていないので、もっと研究してね、走らせ方を分かれば、トップターンなんか本当オーバーステアで全然踏めてないのでとか、あとは1、2、3コーナーっていうのかな、あそこもちょっと2コーナーか3コーナーもう3速使ってる時と2速の時があって、2速の方がやっぱ早かったっぽいんで、まだやっぱり伸びの余地は28秒前半ぐらいは、出せそうな感覚ですね。はい。で、次が、スパ西浦です。こちらも初めて走って、57秒5でした。こう、スパ西浦はね、本当に走りやすい。コースが綺麗だし、
まあもちろんヘアピンもね、低速コーナーのヘアピンももちろんあるし、ただ3速ですね、一番下は使っても。で、高速コーナーも、高速コーナーってかまああるし、とにかく、コーナーも綺麗なんで、とにかく走りやすい、大きいコース。で、とにかくね、VAB はね、やっぱこれぐらい大きいサーキットがいいよね。ほんと、こういうところは走りやすいなぁと。車の負担もね、やっぱり、変にうねってるコースとかさ、バインバイン跳ねてるとか、やっぱり負担が大きいよなぁって思いながら走ってるんで、スパニッシューラは本当に素晴らしいと思います、僕は。はい。次がコータサーキットですね。が45秒3でした。こちらも初めて走りました。1コーナー、2コーナーっていうのかなが3速使ってて、いや、お前そこ2速でいいやろっていうような加速をしてるんで、まあ、そこだけでもコンマ2ぐらいは変わるんじゃないかな。で、44秒入りそうだった週とかが結構あるんで、まとめればもう44秒は入ってました。で、さらに2速使ったらもうちょっと縮まるっていうので、まあ現状でも44秒真ん中後ろぐらいは出てたと思います。そうですね。で、クォーターも僕は結構まあ好きですが、ちょっと2速でかなり引っ張るシーンがあったりとか、最終コーナーホームストレートが結構頑張り時なんで、ちょっとねグラベルっていうか芝に落ちそうなところがあって危険だと、裏ストレートの複合コーナー、あそこも結構ブレーキの頑張りどころちゃところなんで、あそこも結構危険ポイントで、まあ危険ではあるんですけど、まあそうだね、結構綺麗だしね、路面もすごい走りやすいし、うん、すごいいい環境だなっていうのは思います。はい、そんな感じですかね、東海シリーズは。はい、まあ来年はね、ちょっとね、正直僕ホームコースっていうのを持ってなくて、どこのコースもタイムも、まあ、ぶっちゃけいまいちなんですよね。ずば抜けて速いっていうところが一つもなくて、なんでやっぱり俺と言ったらここでしょみたいなコースはやっぱり一つ作っておくべきかなと思って、やっぱり富士スピードはいいかな、家からも近いし、まあ、ちょっと高いんだけどね、走行量とかも。ただやっぱり環境もかなり整ってるし、やっぱ国際コースだし、まあ結構ねブレーキ減るんですけど、意外とタイヤの減りがねそうでもなかったなっていう印象あります。で、そうだね、ちょっとまあお金かかるかもしんないけど、まあ結構いい環境ではあるんで、でやっぱり大体皆さん参考にするって言ったら富士か筑波ですよね、関東だと。結構まあその辺の有名なコース、筑波もね会員走行で走れればいいんだけど、ちょっと予定がなかなか合わないんで、筑波はもう富士にホームを決めて走ろうかなと思ってます。なんで富士はほんと52秒ぐらい出してやりたいなと思っております。はい、そうですね、はいはい、という感じなんでね、来シーズンはねまたちょっとねいろいろ全国も巡ったりとかもしたいんですけど、もしかしたら来シーズンはちょっとコースを絞って本当にタイム狙いに行く系でやるかなとかでも考えてるんですけどね、まあちょっとまだわかんないですけど、まあ今シーズンのタイムは、こんな感じになりました。本当にでもまだまだ伸びるし、まだまだいけると思ってるんで、来シーズンは今出てるタイムより、まあ1秒とか
コンマ5秒は必ず削れるところがあるんで、うん、まだまだ正直伸びるんで、またちょっとね、来年も見てくれてる方がいたらね、ちょっと楽しみにしててほしいなっていう。最近本当に多分サーキット動画ばっかりであんまり見る人がいないんで、再生数伸びてないんですけど、まあちょっとクロート向けににはなってるとは思うんですけど、来シーズンもね、きっちりタイム出していきたいと思うんで、まあ視聴回数がね、まあ応援というイコールにつながりますんで、ぜひ来シーズンに向けて、まあ今シーズンオフシーズンも動画撮るとは思うんですけど、応援していただけたら幸いです。はい、という感じで以上です。